浅く広く多趣味なバグ魔法少女系ボツデータ、バニラグリッチちゃん。その趣味の一つが野球観戦。食べることが大好きなバニラちゃんにとっては、選手への熱い応援もさることながら、球場グルメを味わうのも現地観戦の楽しみの一つ。この動画は、食いしん坊系 VTuber、食いしん坊系ボツデータのバニラグリッチちゃんが、野球場で食べたご飯の感想をただ報告するだけの動画である。あくまで個人の感想です。2023年9月23日この日、横浜スタジアムで行われた横浜 DeNA ベイスターズ対中日ドラゴンズ戦では、飲食祭なるイベントが開催されておりました。飲食祭の B はベイスターズの B だね。当然だね。公式説明曰く、 DeNA ベイスターズが送るグルメの祭典、各店舗一押しの限定フード、ドリンクが大集合、ハマスタグルメを食べ尽くせとのこと。まあね、バニラも行くと決めてからね、こうずっと何食べようかなって前もってサイトのメニュー表とかを見ていたわけなんだけれどもね、グルメの祭典の名に恥じぬ美味しそうな限定メニューが目白押しでございまして、前もってチケットを取っていたのにもかかわらず、何を食べるか全く決めきれないまま当日を迎えたバニラちゃんだったのでした。今回のイベントはお肉料理がメインとのことで、特別出店の野菜料理は食欲が無限湧きしちゃうお肉の匂いが立ち込めておりました。出ていたメニューはハンバーグ、ステーキ、豚丼、シュラスコ、牛カツなどなど、時間をかけて吟味いたしまして、バニラが選んだ一品がこちら。ペルン生成量ハヤシライス、たっぷりキノコ仕立て。肉じゃないんかいっていうね。バニラもね、悩んだんだけどね、普段あんなじゅわじゅわのお肉食べられないからね。それでもね、やっぱこれが食べたくてね、事前情報を見てた時からずっと気になってはいたメニューだったのよ。ちなみに生成量というのはベイスターズの選手寮の名前だよね。人の顔が映っちゃうからお店はね、あんまちゃんと写真撮れてないんですけれども、こちらのハヤシライス、お外の特設ブースでこんな風にお鍋から提供するスタイルで販売されておりました。人にもよると思うけどね、バニラはこういうのをすごくね、美味しそう、食べたいって思う方の精神なので、これに決めてしまいましたね。いいお鍋をさ、スタッフの人が何人かでね、囲んでこうぐるぐるかき混ぜて器によそってるのがなんか楽しそうだったなの、楽しそうだったなの。やってる側はね、そうじゃないのかもしれないけどね、そういうことだし。ベイスターズの球団マスコット BB スターマンも B 食祭に合わせて、こちらの B 食祭に合わせて国帽とエプロンを装備して遊びに来てくれていたよ。パリキャワだね。ここだけの話、バニラの大量死なんだよね、スターマン。え、ベイスターズのマスコットってあの星型の頭のやつじゃないの、と思ったそこの君、彼は星に帰ったんだ、もういないんだ。そんな彼が思いを託して地球に残していった DB スターマンのことをどうか覚えていってください。で、ハヤシライスを受け取るときにね、ベイスターズの公式チャンネルでもおなじみの鏡シェフから直接手渡してもらってしまったよ。感動しすぎて、ありがとうございますみたいな反応しかできなかったよ。まあまあ恥ずかしいね。ペンポンペンポン。バニラグリッチは実体がないため、画面の外に出るときはふくよかな中年男性の着ぐるみを着ていっています。人間の目には本物のふくよかな中年男性に見えているはずです。ペンポンペンポン。味ですか？美味しかったです。バニラ食レポとか苦手なのよね。やっぱさ、キノコ仕立てって名前なぐらいだからね、キノコがたくさん入ってて美味しかったね。バニラはマッシュルーム好きなんだよね。マッシュルーム、そうだからね、嬉しかったな。ハヤシライスってそんなにね、癖のない食べ物だからね。バニラ辛いの苦手で、カレーだと食べられないことも多いからさ、食べやすいハヤシライスで助かったなと。まろやかだし、
いし、気がついたら器が空っぽになってました。でもね、ペロッと食べきってしまったので、もっと欲しいなと思ったり思わなかったり。まあでもバニラ食いしん坊だからね。とはいえがっつりご飯を食べに来ているわけではないので、感染前の腹ごしらえにはちょうどいい量でした。なのできることならね、限定と言わずにずっと置いといてほしいな。こういうのが飽きのこない美味しさと言うんですかね。こう一回食べたからもういいかなってならないやつ、安定の味だね。来年もあるならまた食べたいです、花丸。ところでこちらの B 食祭、とあるキャンペーンをやっておりまして、それがですね、 X にてハッシュタグ B 食祭をつけて B 食祭グルメのお写真をポストいたしますと、特製クリアファイルがもらえるといったものなんですね。ということで、私バニラグリッチ、この日しっかりとバニラグリッチのアカウントでポストさせていただきました。普段めったに食べ物の写真あげないことにしてたんだけどね。そしてはい、もらいました、こちらです。でれん、表面に何やら手書きっぽい黒い模様がありますね。2023と書いてあるのはわかるのだけども、調べてみますと X のベジターズ公式アカウントにてこのようなポストが、 B 食祭スターマンクリアファイルプレゼント、 X（旧Twitter）にてハッシュタグ B 食祭をつけてご購入いただいた飲食メニューの写真をポストしていただくと、 Y デッキ内サンゲート付近特設ブースにてオリジナルデザインのクリアファイルをプレゼント。運が良ければスターマンのサインが入っているかも。運が良ければスターマンのサインが入っているかも。スターマンのサイン、スターマンのサイン、スターマンの直筆サイン。今年の運の9割ここで使い切りました。カフォーにします。入場からわずか30分程度、試合開始前にもかかわらず気持ちはすっかり満足してしまったバニラちゃん。満腹ではないものの腹7分目くらい、もう一皿行くのもな、どうしようかなとフードスポットをうろうろすること数分。さすがグルメの祭典、特別出店しているお店だけでなく常設店でも特別メニューがたくさん出ている。この辺はお肉メインというより秋の食材感あるメニューの方が多い印象なの。レモンスプリッター、玉なしサワー、秋のフルーツサングリア、やでー、ゲームでアルコールはなー、デーゲームじゃなくてもね、一人の時はなるべくアルコールを控えて生活しているバニラちゃんですので。だがしかし、甘いものという選択は悪くない、むしろあり。バニラ甘いもの好きー、ということで秋の甘いものといえばこちら、ドーン、かぼちゃと栗のモンブラン。わかるよ、わざわざ野球場で食べるものかっていうのはまあわかるよ、調べればわかることだけど、これでお値段1200円、ケーキ屋さんでまあまあいいケーキ食べれる。でもまあそんなこと言ってたら球場でご飯なんか買えないからね。野球場で生の野球見ながら優雅にケーキ頬張るのがいいんじゃん。そもそも普段道県内にケーキ屋なんてない。一人で生きるボツデータがケーキを買って食べたいなって気持ちになったらその時が食べ時だから。それに野球場で食べたいなと思ったものを食べないのは健康に悪い。というわけで食べました。美味しかったです。下の生地はねクリームっぽくなってて、最後までちゃんと味がありました。固めだったからボロボロ崩れて食べづらいってこともあんまりなかったと思います。多少はこぼしたけどね。やっぱりね、秋の甘味は最高、最高なのよ。かぼちゃも栗もね、やっぱ違った甘さがあっていいよね。また野球場で美味しそうなケーキ売ってたら食べたいと思います。ということで楽しかったです、B 食祭。肉食べてないけど満足です。B 食祭特別仕様のね、スターマンもね、ベリーベリー
キュートでしたので、ベリーベリーキュートでしたので、何気に食欲だけじゃなくね、スターマン欲が満たされた日でもあったのよね。来年もあるかな。来年もハヤシライスお鍋でぐるぐるしてるかな。あるなら絶対また来よう。楽しみだなと思ったバニラちゃんでした。ではでは今回はここまで。お疲れ。ご視聴いただきありがとうございました。また次回。お疲れ。